まずはギフトがあります。はい。こちらぜひ、チールグミをぜひ食べて、ちょっとリラックスを一旦していただいて。中国、上海で生まれ、12歳で来日。銀座やロンドンの美容室で修行し、2017年独立。その指名料は8万円を超え、世界一の美容師を名乗る。美容師業界のある問題を解決するサービス。希望投資額は2200万円。この日本の美容業界に革命をというところで、じゃあどうやって革命するかというと、圧倒的に美容業界で抱えている悩み、そして解決しないといけない悩みは離職率ですね。もう社会問題にもなっていて、この専門職の離職率は本当に圧倒的に高いんですよ。で、今数字で見てください。こちら。堀さん何パーセントですか？いや、書いてあるじゃん。80% です。はい。まさにその通り。3年間で美容学生が美容師離職するのは 80% です。さらに、この1年以内で離職するのはなんと 50% ですよ。その前に、このジョブ VR の概要をお見せします。このジョブ VR は、まず、美容学校と、提携して美容学校の公認アプリとしても今、動いています。で、実際にその就職活動をこのジョブ VR を通して学生がします。で、このジョブ VR でその学生と企業がつながる。で、ここで今までのなんでその 80% も高いかというと、今までは専門職の人が自分の専門内でアルバイトができないんですよ。で、できないからもう結果美容師になりたい。保育士になりたい人は自分の専門外のところでいっぱい時間使って、で結果的にその就職活動はあんまりうまくできず、で結果内見したのが2、3件で、そこでもう決めちゃうっていう。でしかもここでネックなのが、新卒で1回入社して仮に3ヶ月で終わったってなったらもう再就職ほぼ無理なんですよ。ってことは違う職種に行くしかないっていうのが今の現状で、じゃあこのジョブ VR のある世界は、ジョブ VR ある世界は、まず在学期間中に自分の専門職に合うところで、いろんなところでアルバイトをしながら、で、そして、自分はどういうところで働きたいかというのが分かる。で、そのまま働いてもいいし、そして就職活動することによって圧倒的に離職率を防ぐことができる。で、ここでマネタイズするポイントに関しては、このジョブ VR でまず、この表を見てください。圧倒的なコストパフォーマンスです。で、美容業界は今正直2社しかないです。このリクルートやってるのは。で、このジョブ VR は圧倒的な革命を起こします。全部まず0円でいける。そして直感的に登録することができる。で、企業側も一切面倒な手続きなく、まず簡単に始める。さらに、セキュリティもしっかりとしています。ぜひ一緒にこのジョブ VR で日本の働き改革から始めて、共に仲間になって、新世界を作り上げていきましょう。お願いします。プレゼンがすごかったし、堀江さんに読めば答えれる質問、そういう簡単な質問の時は僕の方に言ってもらえると。マーケットは、はい、ここご存知の通り、リジョブさんが、まあ、数十億多分売り上げていて、はい、利益率も多分4割以上ぐらいなんで、すごく多分マーケットすごくいいですよね。このジョブ系って、やっぱ個人の人をどう集客するのかっていうのがなんか一番肝になるんで。まさにそれです。先ほど話した美容学校と提携してやるには意味があるんですよ。毎年必ず2万人の美容学生、新入生がどんどん増えていきます。で、今全国に200校以上学校があるんですよ。で、今うちすでに提携しているのが5校あるので、今すでに、毎年確実に2000人という学生が増えます。逆にさ、聞きたいんですけど、はい、なんでバイトしてないの？理由としては、バイトできる、そのサロンを見つけることはできないです。バイトだと、髪切れねえから、いらんやってなる。この専門職って、最初の1年目って結構雑務なんですよ。だ結果、資格を持ってて、そこに行ったとしても自分の資格活かせれないんですよ。最初でちぼっこさせられるわけだ。絶対雑務。寿司屋でね、皿払いさせられるみたいな。あ、そうなんだ。だからそれを、要するに、こう、リミックスした。要するに僕がそれで生まれた結晶なんですよ。それはあなたが言いたいこと分かったんだけど、なんでこれまで、そういうそのジョブマッチングじゃないけど、まあインターンとか、美容師は美容室で働きたいわけじゃない？はい。いきなり独立して自分のサロン持つ人って多分レアだと思うんですよ。はい、そうですね。だからどっか就職すると思うんですけど、そんなの昔からそうじゃん。まあ昔から離職率は 80%。で、さ、離職率80%、だから美容学校の人はそれをなんで疑問に思わなかったわけ？
美容学校はまあここで言って、まあ業界の問題としては美容学校としては卒業した後は正直まあ言ったら学費も払ってないので割とそこのそのフォローアップってないです。でもさ普通はさ普通は大学とかって就職率が高いとかだからみんな注目するポイントは合格率なんですよ。ああその美容師の合格率ってこと、うん、合格率が気にするんですけど就職率その後に働くか正直データとしては学校からしたら必要ないんです。とんでもない業界ですあのまあ理由としてはだからその 80% をやっぱ改善していけた。しかもこのサービスは僕しかできないです。まず安いじゃん。これどうやって儲けるんですか。堀江さんは絶対にそれ聞くと思いました、はい。それは普通に聞きますよ。まあ、しっかりとそれ実績は僕じゃなくてもこのジョブ VR はまず美容室からの1いいねが今1ポイントで約120円です。10いいね押したら1200円。クリック課金、クリック課金、クリック課金、はい。で、ここで、1いいねが120円。で、3いいね、メッセージ付きいいねが、要するに360円。で、さらに、ここで、例えば今週の土曜日、忙しいとか、そういう、結構あるんですよ。やっぱ、この特別な休日は忙しい人が欲しいという時は、募集をかけることもできます。で、募集をすると、1200円、1回かかります。で、それでまず、このビジネスモデルの、まあ、課金ポイントになってきます。で、みんな悩んでるのは、どうやって、要するに仕事探す人集めるか、そこは全ての肝なんですよ。正直課金する、課金したい企業はいっぱいあります。めちゃくちゃみんな人で困ってるんで、このサービスの根幹としては働いてる人はいろんなところを見て結果ここの場所は理想だ、ちょっと長く働いていくっていうサービスを作るために、正直これはもうインフラに近いサービスになりますね。なんか説明が下手だよね。ちょっと分かりづらいかもしれないですね分かりにくいですか。分かりにくい。え、何ですか。これ学生のためのサービスじゃない。あ、もっとく、いや、あの具体的質問。これを分かりにくいと思ってないことが問題だよ。あ、なんでですかっていうのは、プレゼントして、プレゼントして、全然よくできてない。あ、はい、それは反省します。はい。だって、ここが肝なんでしょ。なんか全然ここ飛ばしてたじゃんね。なんかよくわかんない説明いっぱいしてたよ。4分の中でさ、これ言えよちゃんとって思いますけど。そうですね。なんでここに、はい、到達するのに10分とか15分かかるんだよみたいな。まあでもこれ美容業界にだけの話じゃないです。これから少子高齢化の福祉だったりとか看護師とかみんなこの悩み抱えてます。あ、でも逆にさ、その看護師とかはさ、同じところにずっと勤める人が大半だったのを最近その転職サービスがどんどん切り崩していってるんですよね。うん、そうですよね、うん。はい。でもそれって全くこれぶつかるじゃん。なので本当に日本はそれでいいんですか、人をぐるぐる回して売り上げを。それはいいんですかとかじゃなくて、なんでこれによってちゃんと あなたの崇高な理想は分かるんだけど、はい、商売は崇高な理想だけで動くわけじゃないので、ライバル、まあ、商売というと、まあ、堀江門さんほどじゃないですけど、28歳は僕すでに年商今20億、うん、その年商、あなたの年商なんか聞いてない。このサービスの話をしたいの。その商売、その商売っていうのがもっと具体的に教えていただけたら、これにまあ、そのいやいや、だから転職サービスの会社は離職率を上げた方が嬉しいわけじゃん。うん、はい。だからそういうところとはぶつかりますよねっていうことをただ言ってるだけで。なんでその脅威性で言うと、そのぶつかったとしても結果こっちも一個のところに就職するっていう、あとそもそもこれはプラットフォームなので人材派遣業ではないんですよ。うん、そうなんですけど、これがもしまあうまくいく世界観があったとするならば、はい、みんな離職しなくなるわけじゃない。結果人は仕事を探す、自分の働きやすいところを探す、認めるので、いやだから結果としてこのサービスはいらなくなるんじゃないの、はい、